はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、ジャンルとかその内容についてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますので、よければお使いください。で今日ご紹介する本はこちらの悩む力というタイトルの本になります。でこの本はざっくり、最初に概要をご説明すると、一般的に悩むという行為は、ネガティブなものとして捉えられますけれども、この本の中で、それをポジティブなものとして、ポジティブというか当たり前のものとしてありのままに受け止めて、人生を歩んでいくと、そういったヒントを、解説した本になります。でこの著者が、夏目漱石とかマックス・ウェーバーに学んだことがあったそうで、それらの人物の、考え方とともにですね、その悩むという行為について、人生の在り方とか生きていくためのヒントみたいなものを説明した本です。で今日は、3点面白いなと思ったところについてご紹介をしたいと思います。で、まず1点目なんですけれども、これはですね、その、考える悩むという行為に対して、世代によって考え方に差がありますということを説明したところから、お話をしたいと思います。で、ある世代ではですね、例えば最近ゆとり世代とかいう世代が、あると言われますけれども、今この時同じ時代を生きていてもですね、みんなが同じ価値観を持っているわけではないということがまず、指摘されてます。で、たとえ親子でもですね、20年30年と年齢の差が開いていて考え方が相入れないということは、よくありますと。で、同じことっていうのは、例えば経済成長の中で生まれ育ってきた世代とそうでない世代と、意識に相当差があるでしょうということを指摘していて、もう少し具体的に言うと、時代をゼロから作ってきたような世代には、俺たちが頑張ったからこの国は発展したんだというような、満足感があると、満足感のようなものがあると。でそういう人たちにとっては、社会に多少の矛盾があっても当事者であるだけにさほど疑問を感じないと。つまり自分たちが作ってきた社会だから、多少その社会の構造に、不満や、矛盾があっても疑問を感じないと。例えば年金とか今問題になってますけども、そういったこともそうかもしれません。しかしすでに出来上がってしまっている時代の中で生まれたものには、そのような充実感はありません。むしろ世の中の矛盾ばかり目につき、それを作った世代に対して不満を感じます。時代を創造した人たちのような何が何でも生き抜いてやるといった前向きな気持ちはあまり生まれず、そして頑張っても何も変わらないさ的にどこか虚無的になりがちですというふうに言っています。で、これは、その悩むという行為に、直接関係ないのかもしれませんけれども、非常に重要な指摘というか、今まで自分が持ってなかった感覚だなということでご紹介しました。で私は、今30代なんですけれども、どちらかというとはっきり言って後者のような感覚を、日本で生きている間は持っています。でやっぱり日本はですね、その戦後の復興からまた経済成長、バブルにかけてですね、今の、60代とかそれ以上とか、そういった人たちが、作ってきた世の中だというふうに思ってます。で一方で、我々30代とかそれより下の世代っていうのは、どこかもう仕上がった社会、成長が止まった、もう少しよく言えば完成された世界の中で生きてきて、こういった閉塞感のみたいなものを感じてるなというふうに思ってたんですけども、こういった世代世代間の差っていうのを、きっちり認識すると、社会の問題に対してももう少し理解が深まるのかなというふうに、考えることができました。で、次は2点目ですね。これは宗教についてこの本の中で書かれてたんですけれども、宗教っていう言葉はもともと、英語で言うと宗教はリージョンっていうふうに言いますけれども、ラテン語のレリジオっていう、言葉から来ているそうです。でそのレリジオっていう言葉はもともと制度とか、制度としての宗教といったような意味を、持っていたそうです。でこれどういうことかというと、ある共同体の中、集団の中でですね、制度として宗教が昔は設定されていたんだと。つまり、その共同体の中で生き方として疑問の余地のない説得力を持った形として存在していたのが宗教であって、昔はですね、その時代は私は何を信じて生きたらいいのかというような悩みとか迷いっていうのはなかったんだと。
で、それをまあある意味幸せな状態だったというふうにこの本の中で言ってるんですけども、もちろん分かるように今の世の中っていうのはそういう状態になってなくて、まあ、全てが自由になっていく、個人の裁量に任せられていく時代になってきています。で、まあ、そういった時代だからこそ、まあ、我々は悩むんだということを、まあ、改めて認識させられる、一言だったというふうに思ってご紹介しました。で、最後3点目面白かったところなんですけれども、まあ、夏目漱石の著作によく見られる傾向について説明した部分です。で、どういう傾向かというと、まあ、理想的にはその漱石っていうのは、まあ、学者として俗っぽいところから身を遠ざけて学問の世界で生きていきたかったと。なんだけれども実際には人は一人では生きられなくて、まあ、社会人、まあ、社会に出た人間として、まあ、社会の関わりを持った状態でないといけないと。で、まあ、その状態でこそ、まあ、大人なんだというような、まあ、記述、まあ、考え方っていうのがよく出てくるそうです。で、これもまあちょっとハッとさせられたんですけれども、まあ、私自身ですね、特に子どもの頃、まあ、まさに子どもの頃はですね、実力が全てなんだとか、賢い人がすごいんだとか、教養がある人が偉いんだとか、まあそういうふうに思ってました。ですがこの本の中では、まあ、いくら教養があっても相手を煙に巻く賢さがあっても、まあ社会に向き合ってその社会に、まあ、ごく普通に起きている問題や課題、すれ違いっていうものを認識して生きていける、まあ、社会に出ている状態でないとそれはまあ子供なんですと。いくら賢くても、まあ、知識があってもですね子供なんだよということをまあ言っています。で、まあ、つまりですね、まあこの本の中で言いたいことはやっぱりその悩みながらも社会と向き合っていく、付き合っていく、関係を保っていくっていうのが、まあ、やはり人というまあ共同体集団ですし、まあ、それこそが社会人と、まあ、社会に出て社会と関わりを持っている、社会を作っている人としての、まあ、あり方なんじゃないかというようなことを、まあ言っていると。で、これをまあその漱石っていうまあ学者であり、まあ、考え悩みながらまあ本を書いていた人のまあ著作を通じてですね、まあ、解説をしているというところがまあ非常に面白かったなというふうに思います。はい、今日は以上になります。で、もしよろしければですね、チャンネル登録とグッドボタンの方いただけると、まあ、活動の励みになります。ずいぶん時間が空いてしまったんですけれども、プライベートでちょっといろいろありまして少し空けてましたけれども、まあ、これからも変わらずレビューをしていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今日は失礼します。